地。尾張地方に含まれ、また海府津島広域行政権に含まれる。東は、名古屋市、北西は、津島市、甘市、西は、愛西市、南西は、八富市、南は、飛島村に隣接している。2019年の人口は約3万7 0人。蟹江川町内には、蟹江川、日光川、福田川、善田川、 鞘川などの河川が、おおむね、北から南へと流れ、町域の1、5がこれら5本の河川によって占められている。町域のほとんどが、海抜0メートル地帯であり、古くから水害に悩まされてきたため、治水工事や対策がなされてきた。一方で、河川の近くにはヨシが茂っていて、その一角に、終わり温泉が湧き出ていた場所があり、 そこは冬になると魚類が異様に集まっていた。その場所を掘削して、終わり温泉の温泉水が安定的に確保できるようになってから、付近には温泉リハビリ、蟹江病院も作られた。温泉が発見されたため、これを名古屋県の人々の健康に役立てるべく、健康に関する町民検証を制定した。なお、この終わり温泉は愛知県内で唯一、 日本の名刀百選に選ばれた。加えて、現地泉緑地や日光川ウォーターパークといった河川に恵まれた環境から水郷の町として知られる。かつてこの地を訪れた小説家の吉川英治は、カニエを東海のいたこと称した。また、名古屋市都心から約1 5トルに位置する本町は、古くから名古屋市との強いつながりをもって発展してきた。 特に現在では、近鉄名古屋線、JR 東海関西本線といった鉄道路線が整備され、東名阪自動車道、国道1号、西尾割中央道などの幹線道路も整備されたため、それら鉄道、道路網を利用することによって、隣接する名古屋市へ短時間での移動が可能であるという交通の便に恵まれた大都市近郊の街という立地条件を有し、 名古屋市のベッドタウンとして機能してきた。歴史上、カニエという地名が初めて文献に登場したのは、1215年の水の家文章とされる。当時の蟹江は海に囲まれた土地であり、蟹江号、富吉層という名称で呼ばれていた。海辺には、柳の木が生育し、水辺には、多数の蟹が生息していたことから、蟹江と呼ばれるようになったと伝えられる。 2005年まで、青森県東津軽郡に存在していた蟹田町が、合併によって、外ヶ浜町の一部となって廃止された結果、名称に、蟹の文字を冠する自治体は、蟹江町のみとなった。蟹江町中心部周辺の空中写真日光川を、渡る近鉄名古屋線名古屋市の西側に広がる、農尾平野南部、木曽川下流の干拓デルタ地域に位置し、 町の総面積11.09平方キロメートルのうちのほとんどが海抜0メートル地帯の底平地地域である。町総面積の約1、5を占める蟹江川、日光川、福田川、善田川、鞘川など大小の河川が町内をおおむね北から南へと流れ、それぞれが伊勢湾に駐留する。 地質は、基礎川水系の河川等からの河川搬出物が堆積して形成されたお積跡層である。このような町内には、吉原が見られ、その一角に、陶器に魚類が異様に集まる場所があった。そこを掘削した結果、終わり温泉の源泉を掘り当てた。泉質は、単純温泉である。なお気候は、太平洋側気候区に属し、比較的温暖で、 書きたう、陶器小雨乾燥といった特徴がある。括弧内は、成立年、旧帳、大技なである。1888年4月25日に、明治政府により市政庁村制が交付された。言語が、明治に変わったのは1868年だが、それから20年が経過した当時、明治政府は、 国内体制を整備し、ヨーロッパのような近代的な地方自治制度を行うだけの資金力、それを支えるための人口を目指し始めた。そのような時代に、1889年10月1日、愛知県によって市政町村制が施行された。これにより、蟹江町区域には、蟹江町、新蟹江村、千秋村、西の森村、砂利村の5町村が成立した。 蟹江町は、蟹江本町村、蟹江新町村、今村、西福田村の一部の合併により誕生した。新蟹江村は、蟹江神殿の一部と、鍋蓋神殿が合併し、千秋村は、蟹江神殿の一部と全田神殿と大野村が合併してできた。また、西の森村と、砂利村は、江戸時代からの損益がそのまま引き継がれ、誕生した。 海府地域全体で見ると、町村聖志向以前は244も存在した、村々が56町村までに減少し、その中でも、調整を強いたのは、津島町と蟹江町のみであった。町村聖志向翌年の蟹江町の人口は6236名に、上り、海府地域では、津島町に次ぐ2番目、愛知県下でも15番目の人口規模を誇った。また、 明治期を通して、蟹江町に、警察文書、郵便局、電信局、高等小学校、銀行、駅が、次々と設置されたことで、大いに繁栄した。1905年に、愛知県は、日露戦争によって、財政難に陥り、小規模な自治体への補助金支出に苦慮していた。この時、愛知県下の町村数は、全国府県の中で最多であり、 一つの自治体あたりの人口は三番目に少なかった。こうした中で愛知県は合併要領を示し合併後の町村の平均個数を千個人口を五千人以上とすることを目指した。そして1九百六年に蟹江町は砂利村、西の森村、新蟹江村と合併した。これにより蟹江町の人口は一万人を越し1九百八年の統計では 県内265町村のうち16番目に人口の多い自治体となった。当時の海部地域における自治体の平均人口は約6000人であったことから、蟹江町はそれらの2倍近くの人口を有していた。また、1913年7月1日には、木曽川の支流である鞘川に隔てられていた海東郡海西が合併して、 海府軍が誕生した。第二次世界大戦後、地方自治法の制定後に、各自治体では、住民の生活環境や、社会施設の充実が図られていった。1946年から、学校制度改革による、新生中学校の建設。1947年には、旧警察法と、消防組織法により、自治体警察と消防署の設置が行われると、 財政規模の小さな自治体は運営困難になりつつあった。そこで打ち出されたのが1953年の町村合併促進法と1956年の新市町村建設促進法であった。これらの法は各自治体の財政力や行政力を高めるために自治体人口8000人以上を基準とした。 新市町村として再編することを目的としており、これにより1953年から1961年までの9年間で昭和の大合併と呼ばれる全国的な市町村合併が巻き起こった。この流れの中で1961年に蟹江町へ平和村の一部を編入し、現在の蟹江町域が形作られた。平和村は、 学区問題のために4地区に分割され、津島市、旧鞘町、旧十四山村にもそれぞれ編入された。海府地域全体では、昭和の大合併の期間中に、計9県の合併が実現した。その後も何回かの変遷を通して、昭和の終わりには、蟹江町のほか、津島市、八富町、地目寺町、沙織町、鞘町,町、三和町、 疾方町、大春町、十四山村、飛島村、立田村、八海村の一四八町四村に減少した。平成時代に入り、経済成長の停滞や人口減少、少子高齢化などの社会問題に加え、国や地方財政の悪化、多種多様化する住民サービスへの対応など市町村を取り巻く、環境は一層厳しさを増した。こうした、 社会状況の中、国は1999年以来、全国的な市町村合併を推進した。蟹江町も2002年から雅美町、十四山村、飛島村との4町村合併に向けた協議を進めた。ものの、翌年に飛島村が離脱した。残る3町村による合併協議会を設置したが、結局合併には至らなかった。その後、 海府地域では、2005年に、愛西市、2006年に、八戸市、2010年に天市が誕生し、平成の終わりには、蟹江町の捕活島市、愛西市、八戸市、天市、大春町、飛島村の四市二町一村に減少した。明治、昭和、大正、平成の時代を通して、各自治体が大きく変化する中、蟹江町は、単独調整を維持し、 2019年10月1日、調整志向130周年を迎えた。市政町村制が施行された1889年から、当時の市町村形態を変わらずに維持している愛知県下の自治体は、蟹江町、名古屋市、海部郡飛島村、北下良郡豊根村の4自治体のみである。蟹江町は、4市2町1村からなる甘津島広域行政権に、属し、 広域行政権の中にあっては、南部地域に区分される。1934年1月10日に、町の歴史に深い関わりを持つ旧蟹江城の城主であった佐久間家の家門、三陰門が、そのまま町省として制定された。1889年10月1日には、町村制に基づき、蟹江本町村、蟹江新町村、 今村、西福田村の一部が合併して、蟹江町が発足した。1905年に、愛知県が小規模町村大合併の方針を打ち出したことを受け、蟹江町は、砂利村、新蟹江村、西の森村と合併した。1956年には、いわゆる昭和の大合併の影響により、かつて、日光川や前田川に挟まれた地域に位置した、永和村を、 カニエ町、津島市、十四山村、佐野町の4市町村へ分割編入することが決定し、一部をカニエ町が編入合併した結果、現在のカニエ町の町域となった。2002年には、平成の大合併の影響下で、海部郡飛島村、十四山村、ヤ富町との4町村で、海部南部ブロック市町村合併研究会が設置された。 しかし、まず財政の豊かな飛島村が研究会を離脱し、さらにその後、新市名と新庁舎設置位置をめぐり、蟹江町と十四山村、雅美町とが対立し、蟹江町は法定協議会を離脱した。当初は、対等合併であったはずの合併構想において、新市名を雅美市にし雅美町が本庁舎を、 八戸町を域内に設置すべきとの主張は、実質的な八戸町への蟹江町と、十四山村の九州合併であり、これは、当時の蟹江町にとって受け入れが大案であったことが、対立の主な原因であった。これらの結果、八戸町、十四山村は二町村で合併し、八戸市に、飛島村と蟹江町は、合併を中止した。愛知県は、 周辺自治体との合併の検討を促すとしたものの、合併新法に基づく合併推進構想の策定などの具体的な動きはなく、蟹江町としても具体的な合併構想は存在していない。2016年に北名古屋市長が名古屋市との合併検討を表明した折に蟹江町長の横江は、名古屋市と蟹江町の合併について全面的な否定しないが、 住民の生活圏等を考慮すると必ずしも現実的ではない面もあると慎重な態度を示した。しかし同時に市町村合併については将来的に生活圏が重なる配付地域の周辺市町村との合併なら検討する価値はあるとしている。広域行政現在、蟹江町では市町村合併に関する 具体的構想は存在していないものの、より効率的な行政運営へと、地域住民へのサービス向上を目的とする、近隣自治体との広域行政、地域連携が推進されている。そして、それら広域行政を可能にするため、津島市をはじめとする四市二町一村からなる、海府津島広域行政権が策定されている。また、2012年に甘市、大春町、 飛島村と共同で設立したちづくり連携会議では、蟹江町と同じく名古屋市と隣接する海部地域の自治体間での交流と広域行政の活発化を図ろうとしている。蟹江警察署蟹江郵便局蟹江町図書館、佐田川総合公園、吉津屋 JR 蟹江駅前店なお、愛知県内でスーパーマーケット、フィールをチェーン展開するフィールコーポレーションは、 かつて、名古ニへの社名であったが、これは創業者の姓に由来する名称であって、当庁とは無関係である。北部には、JR 関西本線が、中部には、近鉄名古屋線が通っている。JR 線では、カニエ駅から名古屋駅まで約10分、近鉄線では、近鉄カニエ駅から近鉄名古屋駅まで急行、準急で約8分であり、 隣接する名古屋市へ短時間でアクセスが可能である。JR 蟹江駅から蟹江町役場まで徒歩約20分、近鉄蟹江駅からは徒歩約10分ほどである。2021年に JR の蟹江駅が強常化し、南北自由通路が設けられた。近鉄蟹江駅でも2018から2019年にかけて駅前広場などが整備された。 中心となる駅、近鉄カニエ駅、カニエお散歩バス、愛知県立カニエ高等学校跡地カニエ町立、カニエ小学校カニエ町に、大学キャンパスは存在しないが、愛知大学の名古屋校舎カニエグラウンドがある。1971年に、愛知県立カニエ高等学校が開校した。十四山村の愛知県立海満高等学校と、統合され、2005年に、 愛知県立海小高等学校が開校したことで、蟹江高校は2007年に閉校した。それ以降の蟹江町に、高校は存在しない。町内小学校の校歌は、学校名の部分を除きすべて同じである。作詞は、佐藤八郎。作曲は、山田耕作による。蟹江城跡地、竜寺新、富吉竹林神社。 八剣るぎしわり温泉足湯かに、えの豪主精細の牧原船神ふねかんだにには、蟹をモチーフにした、マスコットキャラクターが複数ある。ありがとうございます。